中西孝三郎中西孝三郎明治43年7月10日は衆議院議員、貴族院多額納税者議員、木の国長郡、井の口村の豪農の家に生まれた。1862年、父の後を継いで昭屋となり、1872年に大工商区制が実施されると区長に就任した。1879年、県会制度が制定されると、 初代副議長に選出された。1881年、議長に就任。同年、木国同友会という聖者を結成し、浜口会長の元副会長に就いた。やがて、松本カナエ県令と対立し、松本は会従のため軍長就任を、たびたび要請した。当初は孤辞していたが、1887年に、長軍長に就任し、1890年まで務めた。 この頃、欧米から帰国した、武つ光が、小玉のカジらと共に王家主義を唱えていたが、中西は、千田軍之助と共に、これに反対した。当初は小玉派の勢力に圧倒されていたが、道の区の没後は、勢力が逆転した。1897年、貴族院多額納税者議員に選出。1904年の、第9回衆議院議員総選挙に出馬し、当選した。 ありがとうございます。